せいせい先生、今日も来てくれてね。ありがとうございます。ここ来ると大概2つ付けがならばんっていう。俺30人に電話したんだわ。はい。今日何こっちの方来るって。いや、行かないですね。いや、ちょっと会って話したいもんで、はい、ちょっと来てって言ったんだ。はい。いや、無理ですって言って。はい。いや、若い人紹介するぞって言ったら、すぐ行きます。早い。現在、時刻5時11分。もう、そこ終わらせて。そこ終わらせて。ちょくちょやっけ。まあ、出会い岸はちょっと知らんのだけど、はい、まあ、実は、まあ、多分サムネになってると思うんですけど、はい、昔16ぐらいだったかな、そいつが、はい、働いたことあるやつなのか。あ、ここにおったんすか。そいつがね、あ、どれぐらいかな、もう半年ぐらい飛んだんだもん、そいつ。半年ですか。たまたま面接来て、はい、あれってお前飛んだやつじゃねえとか言って飛んだやつっていうか、あの、たまにさ、その先輩出てると思うんだけど、 YouTube に出てないかな。出てないっす。出てない。一回も出てないです。撮影だけ行って、あれボツになりました。そこも撮っていこうかボツ。もう一応俺の先輩やで、怖いな。はい。もう一個上の先輩の息子なの。まあ息子、うん、それがしかも16歳の時で、もう今23、4ぐらい。まあそれぐらいですよね、うん、で、今からまあ来るんですけど、はい、どう、使ってみたい。まあ一回腕見たいですね。あ、まあそれで言ったよ。俺も面接で、まあ電話で、うん、まあまあいいよ。あ、まあ、その場合もう一回飛んどるやつだもんね。まあ見るだけだぞって言って。飛んだやつちょっと怖えな。で、それ YouTube になるじゃん。はい、まあ、YouTube になるで使ってみるわ。で、お前が払うのかね。お前が一番いいんだよ。いやだけど、しっかりしちゃうと思うよ。そこでいくんじゃないですか。まあ、絡んでやー、それだけは。わーって。クソワギはクソワギやな、言って。その時は、言ってクソワギはクソワギやな。猫の部分わからないですか。猫の部分わからない。でも、もうメインキャラみたいなのかもしれんけどな。あ、それはありがたいし。23だし、はい。それはわからない。会ってみるとわからないよ。はい、うん。それを使うって言ったら、俺は悪くないけど。で、視聴者また叩いてくれて、まあ、無理やりなんかそいつを使わせるとか。だから絶対こいついいとこ持ってくだろう。そうですね。基本俺が叩かれとるやんけ。いや、そういうキャラだね。だけど助かるよな。前の実習生の2人セットだもんで、免許はないけど、まあ取ってもいいよって言ったんで。あ、そうですか。あ、免許あるなら、うん、まあ、助かるよね、まあ、2チームで、ね、うん、でお前がチャージの最後は見てきちっとした結果やってくれる。それは俺らも助かるじゃん。お前の仕上がりでお客さんに提供できて、まあ、この値段で、ね、今出してるお客さんに出してる価格でね、守るためにはやっぱ今オルゴンたちが人使ってくれんと、ね、はい、高くて綺麗な人がいっぱいおるけどな。あ、まあそうです。お前らがこんだけのいい仕事やって、まあ、人気削ってなやっとるんで、まあいいんじゃないと思うんですけど、はい、うん、とりあえず来るまでじゃあちょっと金の話しようか。金の話カメラ止めて金の話すか。売上高の話しようか。来たらまたいじめだろうか。もう濃くなるじゃないですか。全然お前の若い人になるのかきれいまあ、会社で、あのな、給料は会社でこっちで払うけど、社会保障とかああいうのも絡みがあるで。でもお前が世話焼きだもんな。まあそうです。まあ、基本、まあ、うちも従業員6人、7人使ってるので、あいつだけだろ、あの青木。あいつだけ残った。残ってね。まあ、それでいいかなと思っとるしな。うん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい。うい、お疲れ様です。うい、名前はなんつんだ、お前。それでもいいんですか。いや、まあ、あんまり名前はなさ、まあ、あだ名、あだ名、あだ名つけようか。あだ名ですか。なんか、まあ3ヶ月おったらあだ名つけたらば。あんまですか。でもまあ、まあ知っとるもんな。何ヶ月おったんだお前。半年ぐらいはいました。半年。はい。半年か。はい。そんなに記憶のあるのがやっぱ俺な。そうですね。でも9年前ですね。9年前。はい。その時15歳です。15歳でおったら中学生じゃない。いや、もう中学校卒業してすぐなんで、15歳ですね。あ、中学校卒業してすぐ塗り替え同士で働いたんだ。そうです。で、半年でどうしたの？消えた？飛んだんだろう？いや、まあ飛んではないですけど。あ、やめるって言った？あの、シンプルにあの先輩に引き抜かれてった感じですかね、地元ので、それは何？あ、やめるって言ったの？平原さんに一応、いや、記憶でも伝えたつもりですけど。あ、平原に使ってもらってたんだ。そうです、平原さんですね。あ、そういうことか。はい。あ、マジか。で、平原一人だった？あ、伊藤くんもいました。伊藤くんと、あ、お前と3人で、はい、3人でいました。あー、あの頃か。そうです、いたと思います。あーの頃ね、はい、お前これガキ16歳。いや、今24だろ。
もう今年25人になります。もっと面白いこと喋れや。いや初めましてですよ。いやね、まあ何回か実はね電話とかで喋ったりしてるんですけど、はい、そうですね、まあ寺岸のところで、まあ、この使ってもらうっていう話で、あ、一回、うん、あ、まあ一回どう使ってみる、一回使ってみますか、うん、まあまあ、まあ結構さっき喋ってね、まあ、動画だけで見るとちょっと大丈夫ってなるけど、まあ、まあさっきちょっと喋ってまあいいんじゃない、まあ、真面目にやりそうだし、まあ、結構塗装歴長いんだろ、56年ですか、56年やって、そうです、56年ぐらい、はい、15でお前うちに何24で、まあ、10年ぐらいあるやん、そうですね、まあちょっといろんな他の職業もやったりして、9年も前だったら俺まだ髪の毛なかっただろ、なかったです9年前だったらまだ髪の毛生えてきてなかったもんな俺、俺43歳から突然生え始めたね、そうなんですね当時はツルツルでしたね、29の時まだあっただろう俺行って、いや、9年前だ、33歳だろう、あれその時確かあったんだよ、いやでもこっから来とった感じがあったんだよ、たわけいでこっから行っとったんじゃない、いやまあもうのいや俺の一個上の先輩の息子なんだよね、そうですね、それもすごいよな、24の息子がおるって、兄弟も、兄弟じゃないです、一人っ子、一人っ子、はい、またお母さんが綺麗なんだわそうですよ俺一回口説いたもん、まあ、そこまあ言っていいかどうか、まあこれボツだったらボツになっちゃうけど、はい、あの先輩がいいよって言ったらあれだけど、まあ離婚してんじゃない、はい、しました、ま、でお母さんもまあ俺は知ってるってほど知らんけど、はい、でちょっと店もやったしな、そうですね、飲み屋もやっとって、飲み屋やってました、うん、でそこにおったもんね、先輩もおったし、はい、うん、その先輩の奥さんもおって、もう離婚してるんですよねって言って、はい、だったら僕と付き合ってもいいんじゃないですかって言ってむちゃくちゃない重役にマジで言ったもん、じゃあ奥さんマジで消防署されるって言ってマジで元嫁俺そうだったらお父さんになるぞ、そうですね社長からお父さん、はい、社長改めお父さん社長さんって言われる社長さんって社長さんだ、そうやって言えばよ、俺のことな、これからで、これからでお前この社員を使うんだからそのお父さんに挨拶しに行くわけ今日今からこれから、うん、これからそうそう、でもこいつ偉いのは自分で連絡してきたんだよな、自分でしました、俺こうやってさ求人でメールが来るんだわ、あの求人専用のメールアドレスがあってさ、はい、こうやって求人のあれだけは全部、あ、なんだった、いつだった、まあまあ2、3日かなんか前だな、そうですね、で電話喋ってる、じゃあ今からすぐ来いって言ったら、はい、あ、住所みたいなの分かったんだな、そうです、あの店の住所になってたんだな、ね、家どこだって言って、あ、住所入っとん、あ、住所電話で聞いたんか、いや、もともと住所こういう風って言われて、え、入ってる、これって純也くんのあれじゃないの、そうよな、これ Google マップで見たら、あれと思って、はい、あそこの店の上だからと思って、はい、お前ここに住んでんのって、あれこれ飲み屋だろうって、そうですそうです、純也くんの店だろうって、そうです、言ったら、いや、息子ですって、お前息子ってお前働いとったんじゃないかあ、そうですって言ってディエレーとか言ってどう、でも、まあでもさっきずっと喋っとった感じしっかりしてそうだしな、あ、じゃあ一回一回現場使ってみるか、よろしくお願いします、うんうん、まあでも俺んとこ来るからには撮影は逃げられんぞ仕事できんかったらもう撮影しんよ俺、そうですね、ツートモザイクも、はい、じゃあメインキャラ出てきた、見たことある、あります、もう YouTube 拝見してます、ちょっと挨拶しろ挨拶しろよろしくお願いします、お願いします、お願いします、すいません、ハルトって言います、ちょっとね、お前ちょっとスタメンの風格出してきてるやん、いや、全然です名前知ってんの、ちなみに名前知ってんの、リュウジさんと、うん、リリーさんですね、大谷さんですね、なんか、やっぱ、あ、でもここも知っとるもんな、ここも動画で撮るもんな、あ、テンションな、メインキャラじゃないかな、最近ちょっとメインになりつつある、数が少ないっていうマスクのキャラ強くないですか、あ、マスクマスクだよキリンガラですよ、だからアドバイスある、 YouTube 的な、 YouTube もう出る確定なんですか、あの出てる意思があるんですか、出てもいいって、ああ、全然大丈夫、がむしゃらにやることじゃないですかね、がむしゃらにがむしゃらがむしゃらにやることじゃないですかね、まあ、YouTube のアドバイスできるほど言ってないよ、じゃ あの求められない YouTube のアドバイスできるほどいけてないよ、いやでも本当にない、まあまあ、がむしゃら、がむしゃらに、まあ大変な時もあるよな、やっぱ夜一緒に撮る、ああ、そっちです、うん、まあそれをどこまでやるかだよな、そうですね、リーちゃんは YouTube のアドバイスですか、うん、でも結構
初めてなのによく喋れてるんで、あのいい感じだと思います出だしは。なのであまり、ちょっと同級生ですね。いや同級生ではない、一個下ですね。喋れるじゃんこいつみたいな。はい、なんか言いたいことある？いやこの3人なんで、そうですね、やっぱり一緊張するだろう、ずっと動画で見てた人は。そうですね、やっぱ見てた人の、うん、なんか憧れの、なんか言いたいことあるから。言いたいことだと、そうですね、まあ可愛がってください。はい、逆に私たちを見て、なんか どう思ったっていうか、なんか動画で見てるのと違うなとか、そのままだなとかって感想ありますか？感想自体はやっぱもう今やっぱ動画回ってるんですけど。おい電源切るなお前。電源切ってやればあいつ。やっぱりそのリリーさん自体も動画見てましたし、ジュージューさんも見てましたし、はい、かわいい、あ、かわいいです、すごい自分一個上です。俺に喋りかけるんだよ。はい、ちょっと恥ずかしい。向こう言えよ。リリーさん自体もやっぱ、うん、動画でもマッチョとか結構言われてたので、うん、実際見るとガチガチやなと。あ、マジで？あ、ほんと？あ、そうかそうか、すごいなと思って。どこのキャラと違うな、なのか、寺岸とか俺とかでもさ、あ、そのまんまだな、なのか。あ、まあそのまんまはそのまんまですね、やっぱり。あ、そう、変わりはしないですね。あ、喋って、そうですね、社長自体はやっぱ昔知ってるんで。あ、そうそうそう、まあそこからも変わってないんで全然、うん、動画見てても、そうですね、変わって、いい人ぶってるやんこいつ、すぐ殴るくせにと思ってたろお前。動画ではお前いい人ぶってるけど、お前すぐ人どつくくせにと思ったろ。手出したことあるか？実際ないよな、職人殴られたやつ。どうだよ、飛びの時で。俺がもう現場で撮る時だ。そうですね、本当に多分そんぐらいの時だと思います。そう、もうカッカしてるもんね、もう手が出たのも覚えてないぐらいよ。あ、でも声より先に手が出てたわ。ビリ禁止があったんだよ、俺隣散らしすぎて現場で声がでかいって言って。声がでかい、うんこち見たことあるもん、何回も、うん、もう春だっておっせえもん、ドラーッて出てきて、ブーッて何回もあるもん。それこれはたまたま飲んだやつに言われたの。だから突然現場来て、どの位置でした、うんこじめたーって感じちゃったって。それが初めてやって、それが初めてやって最後ですごいって。それ10年ぶり、十何年ぶりに会ってさ、この相手はすごいって、絶対成功するなってその時に思いましたって。いかずちのことに現場に生まれて、どの位置でした、うんこじめて帰ってくるの。若い人に大変だよって取り上げて、わーってブリーって落ちて帰ってっちゃうんだぞ俺。そんなやついねえだろお前。この人絶対成功するって思ってらしいわ。やべえ。寺岸もそう。そうですね、まあ、全然面白い人なんで、うん、まあ、初めて会って、うん、変態仮面とかさ、あ、違う、あれ一回切る企画だった。結構まあ出してないの、まあそのままですかね。あ、そのまま、まあ、初対面ですけど、まあ、まあそんなにまだ深いまで話もしてないですけど、うんうんうん、まあ、お父さんとこ行ってみようか。じゃあ貢献できるようにとりあえず頑張ります。こんばんは、黒猫です。黒じゃない。声が黒じゃない。お久しぶりです。あ、入っていいですか？いや、今回なんか喋ってるもの書いてなんかすごい喋ってる。お父さんになんか話したいことがある。報告があるですかね。ジョリス、ジョリス、やばいな、すごいっすね。やば、そっちの方がやばい。ちょっと待って動画にしようか。そうですね。お父さんに言いたいことあるね。そうですね、うん、感動の再会。まあでも久しぶりですけど、まあ今回15歳の時に一回親父の紹介で入ったんですけど、まあずっと見つけたら、まあまた24歳になってまた働くことになりました。その報告ですね。下手打たんよ。言って下手打ちましたからね。下手打ったんだよな。言ってお前下手打ったんだな。飛んだんじゃなかったでしたっけ？ちゃんとやめるって言いなんか。塗り替え道場自体はそうです。お父さん使っていったんじゃなかった？最初は親父を使って、うん、はい、入社してからの、うん、地元の先輩に引き抜かれてったって、まあ、さっきも地元の先輩どうでもいいんだけど、うちに大体やめたかを聞いてたら、あ、もう普通にやめる、あ、やめていいですかって。やめますっていうふうに。あ、自分バレた？
先輩と共に一緒にいたような気がします。先輩と言いに来たの？あの先輩に辞めるって言っといてって言われてなんか俺も共にそこにいなさいって記憶があったんです。あ、どういうこと？どういうこと？あ、先輩も一緒に働いたの？あ、そうです、そうです。引き抜かれたんですよ、どういうこと？あの2人でその人が違うところで働くってなって、うん、あ、一緒にお前も行こうぜ、自分も給料もっと上げたらで来いよやめたって目先の金しか考えてない。考えてねえな、お前もやるな、お前も。15歳で、そうですね、9000、8000以上もらってたら、ちょっと、まあ、当時は、うちいくらだったの？本当だったら5000だったんですけど、社長が3000プラスしてくれて、8000っていう感じだったんですけど。うん、もういいじゃん。で、確か、多分それよりは多かったと思います。引き抜かれたの？そんな15分だよ。もう本当に厳しくいかないから。だけど、偉いですよね。自分で連絡してきて、うん、お前なんでお父さんに連絡してそうかったんだって。いや、まあ、自分でやったことなんで、自分で連絡してきました。本当に何にも言わずに、普通に求人で来たんですよ。あ、そうなんだ。で、まあ、ここに、まあ、もう今従業員入れてないので、まあ、ここが、預かり。まあ、給料はこっちから払って、はい、まあ、預かりで。で、給料単価もここで決めて、俺はそのまま払ってるもんで。まあそういうことだよ。これどうやったらいいですか。まあこれあの YouTube も出てるんで。ええ。まあ、これ結構しっかりしてるよね。まあうちでもう十何年。まあ十年近いですね。一回授業にもなっとるぐらい。ああ、そうなの。まあフル株なんで。でもみんな見いんで。まあじゃあちょっと本当これからじゃあしっかりね。まあ教育しますんで。なんかありますか。あ、こっちに頼みたいことは興奮しちゃってくださいみたいな。こういう感動の再会ですね。感動のお父さんと。親方と社長が、そして父が語る過去。多分この子は人間関係で絶対変わると思う。あ、うん、人間関係が一番だと思うんですよ。多分楽しい場所しか絶対出ないはずなので、まだ時には厳しくしてもいいと思うけど。うん、すぐ逃げる口がやるとか、ずっとそのそれなりに塗装やってきたかな、うん、こっち。まあちょこちょこやってます、ね。で厳しいところもおったわけだろ。そうです、ね。いろいろ。今日はヤギ塗装のマッチングと基準マッチングの話です。はい。今日の動画は基準マッチングとヤギ塗装のマッチングの話です。はい。まあ一応先輩からじゃあババンだけ情報は。ダバンと出ますんで、本当にまあでも本当にいいものを作ってますんで、ぜひ登録のほどお願いします。でも今登録する人は無料で使えるから、でもある程度のところでもパチンってもうサイトがきちんと出来上がっちゃったら有料を管理していくんですけど、あの無料の人だけがちょっと3ヶ月ぐらい使って、アップデートの間はちょっと無料で使えるようにしようかなと思ってるんで、いいものになったらもう有料化かけようと思ってますんで、ぜひ登録、今がチャンスなんで登録してください。お願いします。お願いします。よし、せーの、またねー。はい。せーの、またねー。